石焼き芋石焼き芋は、さつまいもを加熱した食品である。焼き芋料理の一種であり、加熱された石を利用する。安納芋の焼き芋石焼き芋の雇用さつまいもを、熱した小石の中に埋めて、間接加熱によって焼いたもの。焼き芋屋が、屋台や軽トラックに、専用の釜を積み売り歩く姿は、日本の冬の風物詩の一つである。 売り歩く際は、いいしやあき芋を、おいもといった、独特の節回しで呼びかけるのが定番で、地域によっては、ポーあるいは、ピオーと聞こえる音が鳴る、独特の笛の音を響かせて、街を巡る。この笛は芋を焼く釜に取り付けられており、排ガスの圧力で鳴る仕組みになっている。お客が来て、販売作業中は笛を止めるので、 近所まで来た笛の音が止まると屋台が止まっているとわかり、これが買いに出るきっかけになる。焼かれた芋は紙袋に入れられたり新聞紙や銀紙で包まれたりして渡されることが多い。最近では家庭用の石焼き芋も市販されており、家庭でも手軽に石焼き芋が楽しめるようになってきている。屋台が減少した今はスーパーマーケットの木先での路上販売や、 コンビニエンスストアなどで売られている。蓋付き鍋やダッチオーブンの底に石を敷いて加熱するだけの手軽さからキャンプなどでも調理される。石焼きに適した品種としては、ホクホクとした食感のクレナいヤズマ、ナルトキントキやクレナイオ乙女が挙げられる。近年はクレナイハルカ、アか、安納芋、シルクスイートのように甘くねっとりとした食感のサツマイモが人気を集めている。 2020年2月21から24日には、埼玉スーパーアリーナで各地の焼き芋店が参加する、さつま芋博が開かれた。密閉容器の底に小石を敷き、その上に、さつま芋を乗せ容器の下から加熱すると、小石から、遠赤外線が放射される。放射された遠赤外線は、容器内で反射し、さつま芋の表面全体を加熱する。 サツマイモの表皮付近の温度は摂氏250度に達し、水分は急速に蒸発する。しかし、内部の温度は65摂氏75度に維持され、水分を損なうことなく、ゆっくりと加熱される。サツマイモ内部の温度が摂氏60度に達すると、デンプンが水分を吸収して固化する。サツマイモに含まれるベーターミラーゼが固化したデンプンを加水分解して、 爆芽等に変える。そのため、通常の焼き方よりも甘く仕上がる。リアカーに専用釜を積んだ石焼き芋売り石焼き釜を使わず焼いたものは単に焼き芋と呼ばれる。日本では昭和やそれ以前の時代において冬の時期に道路や庭に積もった落ち葉を集め焚き火として燃やす際に一緒にさつまいもを入れて焼く光景は冬を物語るものとして扱われ。 冬を表す季語ともなっている。こちらは、石焼き釜とは違い裸火を使うことから火加減が難しいなどの問題もあるが、上手に焼ければ甘い風味を味わえる。ただ、2002年12月に施行された、海正廃棄物処理法により、一部の例外を除いて、ゴミを野焼きすることが禁止された。焚き火などの軽微なものは例外に該当するが、産業廃棄物は、 両の遺憾を問わず禁止されているほか、家庭ごみも地方自治体が可燃ごみとして排出するように指導している場合がある。千葉県香取市では毎年11月に5トンのサツマイモをもみ殻で焼く日本最大規模の焼き芋大会、栗本のふるさと芋祭りが開催されている。産業機械メーカーの群賞によって焼き芋オーブンが開発された。 勲章の焼き芋オーブンのイメージソング、CM ソングの一種として、2007年に、街角のヒーロー焼き芋が制作され、音楽配信で発売された。2017年には、同曲の冷やし焼き芋版として、街角のヒーロー焼き芋クールバージョンが制作され、音楽配信で発売された。ありがとうございます。